しじゃなくていいね余裕のない二人だったし気づけば喧嘩ばっかりしてさごめんねずっと話そうと思ってたきっと私たち合わないね二人きりしかいない部屋でさあなたばかり話していたよねもしいつかどこかで会えたら今日のことを笑ってくれるかな理由もちゃんと話せないけれどあなたが眠った後に泣くのは嫌声も顔も不器用なとこも任されることもないし私ばかりなんて言葉もなくなったあんなに悲しい別れでも時間が経てば忘れてく新しい人と並ぶ君はちゃんとうまくやれているのかなもう顔も見たくないからさ来ないでほしい都合がいいのは変わってないんだねでも無視できずにまた少し返事また香る